It is 5 o'clock. よいしょ。今エビ。ね。おい。田中、はい、はい、行きます。味噌1本、1本、はい、はい、465、はい、465、はい、じゃあ見出すよ。はい、1キロ1200。おこれ、口取って。はい、ありがとう。でも44でしょ。で44だったらも今日はそうですね、実力の 30% ぐらいで、ちょっとやってみたんですが100% 出してればね、もうボコボコに釣れたと思うんですけど、今日は、まあ、パパッと流してって、まあ、オリクサーさんの方の上流まで行って下ってきてっていう感じでやって、まあ5本バスが釣れた感じでした。まあちょっと簡単ではないなっていうイメージでしたが、まあまあそれなりに魚を取れてたんじゃないかなと思いますので、表彰式を楽しみに待っててください。ルアーは全部プロトロルアーで釣ってですね、ちょっとせこいんですけど、2種類です。まあ、上流でサイトで釣ったのは、今試作でやってる、ちょっとまだ完成品じゃないんですが、まあ、仮の名前でマイティストレートっていう名前で、まあ、トルキーストレートはネコリグをメインに作ったワームなんですけど、今回のそのストレートワームはもういろんなリグですね、あらゆるリグに対応できるような、ストレートワームのプロトで、上流で2本サイトで釣って、あとはまあシャローで、まあ、時田さんの、桟橋で多分見た方もいると思いますけど、こんぐらいのギルをねバスが追っかけてるのを見たと思うんですけど、まあ、ああいう魚が結構他の場所にもいてる、まあ、それを、まあ、ここにあるプロトのビローラっていう、まあ、リアル系 のギルカラーで3発仕留めたっていう感じです。ちょっとみんなが持ってないものを使ったんで、ちょっとせこかったですねそこがさ 30% 公共出したって、そうですねわかりました、はい、そんな感じでした。はい、ありがとうございました。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。今日夜ですか、だいぶ車中泊された方は寒かったと思うんですけど、だいぶ今日なんですかね、今年一の冷え込みというか、だいぶ朝一放射冷却してたんで結構渋いんじゃないかなと思って、今回2時間ほど釣りしたんですけど、自分は D138 のヘビギャロでリアクション狙いで、結構水の動く場所、そういった場所を、本当キャノンの縦さばきの、リアクション狙いでやったんですけど、まあそれでも結局1本しか釣れなかったんですけど、まあ周りを見てもそんなんていうかね、それなりに厳しかったみたいなので、まあよしとするかなと思います、はい、よしですね。バスさんは今日何パーセントぐらいの力でやったんですか。バスさんはやっぱ今日ね、朝から 30% 言ってましたけど、バスさん何パーぐらい出したんですか。32% ということで、ありがとうございます。来年はちょっと100% 出していただいて、はい、ちゃんとパンもぜひ、ね、揃えていただいて、はいはい、どこのパンをまた見せていただけたらと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
6位。第6位、田中恵子様、宣言9番。はい、皆さんお疲れ様でした。まあ、30% の力で、ね、すごい釣っちゃったんで、来年は 20% でいこうかなと思います。まあ、それは冗談ですけど、まあ、亀山ダム、やっぱりね、バスすごい多くて、まあ、小さいのから大きいのまで、非常に、時期問わずよく釣れるなっていう印象です。まあ、大切にしていきたいフィールドだと思います。で、まあ、また来年ね、こういう形で、盛り上がっていろいろできるようになると、思います。はい。ということで、まあ、雨、ギリギリ間に合って、よかったなという感じで、まあ、皆さん一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。来年も絶対この大会はやりたいなと思っておりますので、ぜひ皆様ですね、来年もご参加の方をお願いいたします。そして今日はですね、青木プロを応援してくださるメーカーさんの、まあ、ディスタイルさん、そしてエイさんのピュアフィッシングさんもイベントに、ブースを出展してくれております。ピュアフィッシングさんの方では、最新のロッドやリールの試投が今日できます。ディスタイルさんの方ではイベント会場でしか買えない商品を販売しております。そして芸人さんはイベントにはあんまり顔なかなか出さないんですけども、今日ははるばる山梨県から来ていただきまして、イベント会場でした海外グッズを販売してますので、この後ですね、お時間ありましたらぜひ皆様ブースの方を覗いていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、本日の、キャスティング岩月インターテン、そして青木大輔カップ、これにて終了とさせていただきたいと思います。皆様一日ありがとうございました。お疲れ様でした。